たかし感謝の旅、すごい素敵な企画、いい企画じゃないの。はい、ヤッキーさん、おあゆうまさん、おおいいじゃん、11月のリサさん、はいはいはい、ギコちゃん、あおおギコちゃん、はい、今日は2軒回って、あなるほど、別日で2人回ろうかなっていう。ああいいじゃんいいじゃんいいじゃん、もうせっかくならこれ電話とかで終わらせない方がいいなって、はい、じゃあせっかくならね、はい、1日で撮るって決まりはないからね、はい、プロ野球スピリッツ9軍っていう一番下やのに、一番上のスピリッツって勝とうとしてるちょっと一瞬待ってください、ちょっと待って勝ちそうなんですよ、何待ちになってるこんなことない9軍っすよ僕ら。いやありがとうございます。いや本当にお帰りなさいませ帰りにあったのかな、止めてもらっていいですかずっと野球やってるから、ちょっと待って、止まって、今あいつ切断するよこれ、切断試合っすよこれ、逃げたっすよ相手。いや相手なんなんだろう、こんなカクカクしてんの。いや相手が多分回線操作して負荷かけてね、無効試合にしようとしてんすよ急軍に負けそうなってるから、さらしてくださいよこれなんか諦めて、そこコメントがどうのこうのってさっきさ、一番右の人嫌いみたいに抱えてたのに、うん、2日ぐらいショック受けてたんでいやいや、メンタル弱いんだそう、コメントでね、うっかり三等兵って正直右の人嫌いって、まあ右、一番右ですよ正直右の人嫌いってコメントが来ててで、うわこんなん書かれん、やっぱその俺らはまだぬるいチャンネルやってるからこんなコメント来たことないですよ、はい、だから大きくなったらこんなコメントも来んねやと思って傷ついてて、そしたらもう一人違う人、それの名前覚えてないんですけど、もう嫌なんだったら見ない方がいいですって、擁護のコメント来たんですようわ嬉しいと思って、そのうっかり三等兵のコメント見たら、正直右の人嫌いにいいね2件ついてる1守る声と右の人嫌いですお前だから右行けよ、右の人どうやって俺また右の人って言われんねんから、めっちゃ書かれんじゃない逆にこんな言っちゃったらで、その次の日の朝、うん、そうコメントにずっとチェックしてんのかわかんないけど嫌やったからその一件がうっかり三等兵がコメント消してくれたって言ってで多分ケンさんが消したのかな、はい多分僕が多分ありがとうね、一番守ってくれた気使わせた大学あれで心安らぎましたからそうなりました、はい、本当にいやもうこちらこそですよ、もう助けていただいたっていうことで、いやいや今日は一応俺の、うん旅で来てますんで、あ、もう進んでくれます実際3でしょいやいや、そんなで例といえば3どのくらいですか、3って3万ってこと3万、まあ言わないですけどねじゃないよ、お金はないですけどね、えお金はないですけど、お前があるんですか、まあでももうそんなあれですけど、ビブルカードって言ったら、ワンピースそんな詳しくないって言った、僕黒のとこまで読んでますんで、あ、じゃあちょっとわかるかも、お客様作ってるんですか、あ、マジっすか、はい、じゃあこれビブルカード、この要はまた別でこの合わせていくんです、まあ、10枚ぐらいは入ってて、でバインダーのセット、嬉しい、ありがとうございます、ほんまに嬉しいやつじゃないですか、1個しかないんで、でも僕は嫌いってコメントなかったんで、もちろんあ、じゃあそうだ、俺の方がワンピース正直右の人にあげるのは納得いかんってコメントで判断する、俺一番俺好きなキャラクタージンベイなんですよ、あ、やばいじゃないですか、ジンベイめっちゃ乗ってるから欲しいのよお前が開けんの、お前の違うのいやもう自分のなって、自分のになって、お前黒までしか知らんやんお前めっちゃ強いやぞ黒、お前とか強いよ正直一番最初に焦ったシーンが黒やったわ、分かってるんですよもう分かって、100系の黒ね、うわーかっこいい、肩くりもでかいですからね、でかっ、でかっ、でかっ、これ肩くり黒は、黒はね、2個目のやつとか感じたかな、これ集めなきゃいけないんですね、
だから1個しか入ってないです。え、開けていいですか？あ、もうぜひぜひ。誰が入ってるかが分かんない。ちゃんと楽しんだ。いやいや、これで一回終わんのかな。ちゃんと楽しんだ。見んとこ、セットリスト。あ、セットリスト。セットリスト。そこセトリっていう人がいる。え、なんでロジャー14なの？あ、そういうのも意外だ。ちゃんと楽しんでくれてる。だってルフィ1は分かるけどさ、これ1年前ぐらいに思ってれば楽しかったですね。出たてのリアクションしてるから。ごめん、待って、いろいろだってさ、この情報とか俺詳しくさ、はいはい、知らんけど、うん、東ザメのステーキが好きらしいね。東ザメ、え、黒は？お前、黒の一本やりで行こうとすんな。知らんだから俺。黒はね、多分ね、ここないから。え、これさ、13はじゃあ誰なん？うわ、一番楽しんでくれてんじゃん、そこ。え、そういうことなんですか？だってロジャー14でさ、もうこっから続きでいったら17まで。ちゃんとファンじゃん。ちゃんとワンピースファン。詳しいですよ。もう一個あるんですよ。え、あれ、あの、もう一個、もう一個、え、お礼です、こちらを。ちょっと笛、笛、はい、もうやるわ。早やる、やるわ、お前。リアクションの正解なんなの？なんやこれ、なんか。うるさ。あ、少年、吹いた。あ、吹いちゃった。あ、吹いちゃった。え、そんな違法バーみたいな。チェンジガンしたテキーラショットみたいな。ガンフォールって覚えてます？ガンフォール覚えてる。チョッパーが笛吹いたら助けに来るじゃないですか。ああ、それの。だから、あの、吹いたら、あの、来て、いろんな何使ってもいいですよってやつした。聞こえます？聞こえるよ、ラガさん、聞こえるよ。吹きましたって SNS で。そう、言ったら。すげえ公に吹くじゃん。もう1回で終わりらしいです、どうやら。え、じゃあ今1回でお願い使っていいですか？あ、今明日の日雇いの場合と変わってもらえます。生々しい。何、何ですか、ちなみに日雇い。電気工事の場合。ガッツリじゃん、ガッツリじゃん。この2人も、あの、今ネタを上げるチャンネルやってるんですけど、そうなんですよ。 K さんが、はい、いけるよ君たちはって言ったんです、この前。言ったっけ、そのこと。いやいや、無責任で適当なこと言って。 YouTube いけるよって言ったんです。いや、俺言いました、ね、で、感化されて。そう、そう、だから、あの、麦わら帽子もらうみたいな感じで始めようかと思ってるんですよ。そうなんです、新しいチャンネルをね。新しく始めるんですか？そうそう、ネタはネタで、ネタで上げるんですか？別チャンネルで。あ、いいじゃないですか。何があるんですか？僕たち、まあ、佐藤さんも含めなんですけど、うん、全員陰キャラなんですよ。確かに、ずっとゲームにボソボソ言ってたもんね、ずっと。僕たち陰キャラが、はい、陽キャラって何なんだろうとか、はい、陽キャラを目指すチャンネル、目指すチャンネル。面白い、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 面白いかも。そうなんです、確かに、コンセプトはっていうチャンネルを、いいじゃないですか、やろうと思ってて。陰キャラが合コン行ってみたとかね。そう、そういうことですね。そういうこと。怖い、もう合コン、怖いね。めっちゃいいっていうのをやろうと思って、はい、すごいじゃないですか。それを K さんプロデュース。そうだ、 K さんプロデューサーになるって。あ、そういう話になったんです。前言ってたんで、 K さん。え、そんなこと言ったっけ。はい、もう俺の、そうそう、俺の後ろ盾があれば大丈夫やでって言ってました。そこまで、そこまで言ってた。でもこれ上がる頃には終わってると思いますけど、ガキ塚も出て。え、そうです、そうです。マジで。もう始まった。13日だから。今週13日か。え、すごい。え、マジですごいじゃないですか。え、マジすごい。え、なんて、何、どんな、なんか芸人が考案したオリジナルゲームをやろうみたいな。あ、そうなんです。そのゲームがバズればいいんでね、やりたいですね。よかったらめちゃめちゃいいじゃないですか。チャンネル入れてもらってやりましょうよね。そのゲーム多分結構ね、いいと思う。すごい。オリジナルゲーム。じゃあワンピースの曲でやってみます。え、何、何、何、ワンピースの曲で。あの、このゲームがサビを今からこいつが歌うんで、はい、その曲の A メロが何かっていうのを当てるんです。 A メロすぐ歌い出した人は勝ち。千の風になったら、千の風にだったら、千の風に、千の風になったらこいつが歌うんで、その歌い出しが何かを当てる。それいつでも言っていいですか、こいつは。はい、はい、手上げて当てられたら、あの、私の若の前でって歌って、はい、当てたら正解。これはダウンタウンさん、ドハマり。あ、ダンダさんは一問正解しなかったです。そうですね。そんな気がする。で、いきます。はい、僕は今探し始めた水しぶきは、はい、はい、はい、羅針盤なんてじゃない。これ難しい、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 出てこない。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。すごい。
話だからサビから始まるからこれサビから始まるサビから始まりますだからその後ってことですよねそうなんですその、ま、全然思うわ今探し始めた水しぶき上げて歌われると分かんなくなっちゃうそう難しい難しい世界へ溢れ出す情熱を胸にどこまでも行くやめてもう止めて聞いたくない止めてそういうゲームやめて出てこないはい夏色たっぷりあー、ま、これむずいこれむずいですよあれ待ってめちゃくちゃむずい分かってるつもりやすごい難しい自分が行く上書きされちゃうんだなそうあー面白いなるほどね俺も探しようはい誰にも似てない夢の背中を追いかけて追いかけていくよあーなんだなんだちょっとやめて止めて燃える気持ち後先なんて今は知らない退屈な時間はいはいなんとかなんとかだよありがとうよし終わる後先なんのはあって今は知らない退屈な時間よりもドラマティックでいれるまでフィリピンワンダーラー全然出ないですよこれはむずい。これむずい。できますよ。未来だけ信じてる。未来だけ笑っても構わない。そうだ。いや、マジで。これむずい。そう。そうやって。出てこない。だって知ってるし歌えるはずなのに出てこない。ということで、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。助かりました。本当に。またお願いします。はい。ということで、はい。あとは別日です。はい、そうだね。今日はもうね。アポ取れなくなっちゃったから、はい、そんなことあったよ俺のためでアポ取れなくて2件ちょっとちょっとまあいろいろあってね、はい、リスケになっちゃったからね、はい、また行こうはい、はい、じゃあ別日で、はい、続きも見てね5日目になりましたはいここはどこですかパニックハウスです来たあの方ってことですかじゃあそうですあの方がいらっしゃるチャンネル